カノヌシって本当に聖主なのか？いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃクーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかりますだろう。問題は首が八つとなれば俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ、どうしたのライフセット。八つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか坊よ。それは